はい、カットしていきます。まあ、こういう感じでスライスにしていくんですね。これを巻いていただきます。どうも、ゆうじのお兄さん、キュウジです。なんかおかしかった。ひれはある。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジのお兄さんじゃない、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということですね。はい、今回ですね、コラボ動画、僕の出来合いしてる味パンダちゃん、味の素、このチャンネル相当出てきてるんで、世界一味の素を使う料理研究家ですので、この味の素の、旨味をね、利用してですね、レンジで作れちゃうですね、韓国の料理なんですね。ポッサムっていう、茹で豚を野菜に巻いて食べるっていう料理なんですけども、ほんと簡単で美味しいんです。本来はね、何時間も茹でるんですけども、今回はね、レンジで茹で豚になっちゃうっていうね、画期的な調理方法。味の素とごま油を使ったですね、最高のタレ。これを合わせて、豚バラ肉、食べていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いってみたいと思います。今回ね、茹で豚を野菜に巻いて食べる料理ですので、豚バラブロックです。大体ね、これで、ね、300g ぐらいの、まあこれね、350g とかで 400g とか全然できるんですけども、今回は 300g でいきたいと思います。そしてですね、キムチですね。はい、キムチがあって、キムチと一緒に巻くとね、お肉ってすごく美味しくなるんで、これ国産の甘めのキムチ、今回僕が好きなの使います。生姜とニンニク、これが 5g ずつぐらいですね、1かけずつぐらい。生のもの、チューブとかでもできなくはないんですけども、できれば今回生のものが僕は好きなので、サンチュです。スーパーは必ず売ってると思うんですけども、もしサンチュがなければ、リーフレタスとか、そういったものでも構いません。で、葉物に巻いて食べるっていうのが今回の料理になります。はい、調味料なんですけども、今回の主役のね、味の素でございます。最後の極め付けのタレに使っています。これが美味しいんですよ。ごま油と味の素ってすごく相性がいいので、ごま油と合わせた本当に美味しいつけダレ、これを作っていきたいと思います。中華スープの素なんですけども、練りタイプのもの、缶とかに入っているやつ、チューブのやつとかもありますけども、小さじ半分ぐらい、あとですね、ごま油が大さじ1、あとお塩小さじ4分の1、お醤油小さじ2分の1、こちらで、作っていきます。はい、じゃあまずですね、豚バラ肉でございます。これブラックなんですけども、できればね、こうやってね、フォークで少し刺してあげると味が染み込んで火の通りが良くなります。軽くね、こうやって刺していただくとですね、良いと思いますので、耐熱容器、僕いつも常備してるんですけども、これ入れてください。こんな感じで入れてください。はい、収まるようにね。生姜はね、なんか千切りでちょっとね、香りをつけるような感じなので、こうやってスライスにして肉潰します。こうやって潰してもいいんですけども、こうやって包丁で潰せない方もいらっしゃると思うので、そういう方はね、こうやってお餅のなんかこのね、チョッキとかでね、こうやって体重入れるとすぐ潰れますから、皮もむけますんでね、結構丸々ここに入れちゃっていいんでね。耐熱容器にお水 150cc、 これぐらいでできます。3分の2ぐらい埋まるかなぐらいで大丈夫です。中華スープ、これで味付けをしていきます。はい、これはまあなんかちょっとね、トントン入れてって。従来のポッサムっていうのは茹でるんですけども、今回ですね、電子レンジで加熱します。電子レンジで加熱した方が早く加熱されますし、洗い物も少ない。こうやってね、ラップをして5分チンして、ひっくり返してまた3分チン、だから合計8分ぐらいやります。とりあえずこれで5分チンします。それでですね、5分チンしてる間にタレをね、作っていきたいなっていうふうに思います。もう混ぜるだけでございます。ごま油大さじ1杯に、お醤油、あとお塩、僕の大好きな味の素さんでございます。入れることによってですね、お塩と醤油の角を取ります。味の素を入れることによって全体の調味料が丸くなってですね、非常にお肉に合うタレになるんです。1、2、3振り、はい、少しでもね、少量でもすごく効いてくるんで、入れたバージョンと入れないバージョンを味見したら絶対味わかりますから、軽くね、混ぜておいていただいて、つけて食べますんでね、よくね、混ぜといてくださいね。味の素とごま油ってめちゃめちゃ合うんですよ。バッテリーです、バッテリー。これタレ完成です。後でね、使っていきますんで。そしたらね、お肉の登場を待つばかりでございます。はい、それではですね、5分経ちましたので1回出していきます。あ、すげえニンニクと生姜のいい香りがします。熱いのに気をつけてくださいね、これね。パーッと5分経った姿でございます。火が完全に通ってませんので、また裏返して、裏返していただいてね、スープにつけてですね、この状態で、あとですね、3分
チンしていきます。3分チンしたら、チンって終わったらそのまま庫内でですね、庫内あったかいんで、5分放置してください。そうすると余熱で、中までキュッと火が通りますから。じゃあと3分やってます。はい、それではですね、3分経って5分置いたものです。余熱でね、火が通ってると思うんで、ちょっと出してみましょう。熱いんで気をつけてくださいね、これね。パカッと、はい、これでですね、茹でずに茹で豚ができちゃうんです。余ったね、スープ、すっごい旨味蓄えてますんで、少しね、水で薄めてちょっと煮てですね、スープにするといいですよ。カッティングしていきます。こういう風に、はい、カットしていきます。はい、まあ、こういう感じでスライスにしていくんですね。要はスライスにしていきましょう。肉はね、ホロホロというよりはちょっとね、しっかりしたお肉感がたっぷりの食感になってますんで、つけていきたいと思います。まずね、なんちゃら乗る分でいいです。このピース分ぐらいあればいいかなと思いますけども、その次お肉です。お肉はこうやっていい感じでね、並べてあげてください。肉感がたっぷりで、キムチ、キムチはここら辺にね、バガッと乗せましょう。これ非常にね、美味しくなるんです。これここにも入っていただいて、このタレがうまいのよ。そうしましたらですね、こちらでレンジで作る韓国風のポッサムの完成でございます。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。温めていただきたいと思います。いただきます。タレつけて置いて、キムチちょこっと乗せて、これを巻いていただきます。やばい、まだ想像を超えてきますよこれ。肉ね、すっごい柔らかいんですけど、柔らかくありつつもお肉の食感がちゃんと残ってます。臭みも全然ないです。ごま油の香りがキュッとこうキムチとですね、豚の匂いをね、包み込んでくれるんですね。味の素、これがね、醤油とか塩とかの角を取ってですね、非常にね、まろやかなね、このタレになってるんですよ。でこれとキムチと豚とサンチュのね、もうね、コンビネーションめちゃめちゃ美味しい。さっきね、煮汁ね、ちょっとお湯で薄めてネギと胡椒入れてスープにしてます。これもいただきます。あ、マジうめえ。スープもうまいんか。生姜とニンニクが効いててすっげえ美味しい。一回つけてこのタレにね、でそこにね、うまみがね沈んでるんでね、つけていただいて、キムチを乗せていただいて、巻いて、これハイボールに流す。生きててよかった。味変コチュジャンです。コチュジャンをちょっと乗せる、勝ち確定だと。やばいかもしれない、合いすぎますね。一口チャンス、タックン。ようこそ。まずサンチュ取っていただいていいですか。このタレにつけるで、キムチちょっと、いただきます。はい、いただきます。食ってください。うまっ、間違いない、間違いないでしょ。想像通りうまい、決まってるっていう、柔らかいでしょ。柔らかいし、めっちゃこの肉感が、食べ応え肉感、ね、肉感がもうわざとね、残した、うん、レンジでやるとね、わざとね、このね、お肉食べてる感が残るの、うん、ちょっとコチュジャンバージョン、うまみたっぷりのタレと、キムチ、あとコチュジャンをちょっとこう、それぐらいですね。いただきます。全然違いますか。全然違うでしょ。こっちの方が俺は好きですね。やりたくないでしょ。いや、マジでこれやりたくない。真似したくなる、これは。酒に合わない。最高っす。完璧に合うでしょ。やってよ、家で。やります。もう家帰ってすぐやります。すぐやってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、間違いなく皆さん好きですから、こんなに簡単でこんなにうまい料理はないと僕は思ってます。ぜひ皆さん試してみてください。の工程だけ見てもらえば分かるけど、めっちゃ簡単でしょあれ。もうこれ俺でもできるぐらい。